リソースディスクリプションフレームワークはウェブ上にあるリソースのメタデータを記述するための枠組みであり W3C により1999年2月に企画化されている法約・電子ネットワーク協議会 RDF はセマンティックウェブを実現するための技術的な構成要素の一つとなっており代表例としてリンクとオープンデータがある RDF は RSS や フォーフなどに用いられている。また、RDF を XHTML に埋め込む企画として、ドファがある。RDF のメタデータのモデルでは、主語術語目的語の3つの要素で、リソースに関する関係情報を表現し、これをトリプルと呼ぶ。主語は、記述対象のリソースである。術語は、主語の特徴や主語と、目的語との関係を示す。目的語は、 主語との関係のあるものや、術語の値である。通常の意味での、主語、術語、目的語の意味とは異なる使い方になる場合もある、ことに注意が必要である。例えば、RDF において、空の色は、青いという情報を表現しようとした場合、空は、青という色を持つと情報を整理した後、空を、主語、色を持つを、術語、青を、目的語として扱う。 トリプルの RDF グラフ表現このトリプルはグラフ理論におけるグラフで表現できる通常リソースの濃度を丸で示しテキストの濃度を四角で示すトリプルの関係はこれらの濃度を述語をもみとしたエッジで結ぶことで表現するこのグラフは RDF に記述されるすべてのトリプルを可視化して表現することになるこのグラフは RDF バリデーションサービスといった バリデータなどを描かせることができる。RDF が定義しているのはこのトリプルに基づく抽象公文である。具象公文としては XML を利用した RDF、XML が別に定義されている。また、トリプルを表す簡易表記方法として N、トリプルズ、ノーテーション3、タートルなどがある。RDF における瞬後は URI で示されたリソース化。 URI を持たず直接参照できない空白ノードのどちらかである。述語は URI で示される。目的語はユニコードの文字列かリソースか空白ノードのいずれかである。RDF を元とした RSS や FOF などにおいてはウェブ上に実際に存在しているデータを指し示す URI が使われることが普通である。一般に RDF においてはインターネットにおける 参照可能なメタデータだけを扱うものに限らずに URI を扱うことができ、リソースの URI が参照が不能なものであっても問題はない。このリソースの URI が何らかの抽象的表現を表す場合もある。この参照不能な URI を RDF で用いる場合、あらかじめその意味を決めておく必要がある。RDF 自体は そのような語彙の共通に使える取り決めはしていないが、ダブリンコアなど共通に使える語彙も提供されている。例文、門前中町の略語は門中である。のトリプルはそれぞれとなる。RDF で表現するときは、目的語は単なる文字列でも良いが、主語と述語は URI で表現されたリソースでなければならない。ここで仮に上のように URI を対応すると、 rdf, xml で表記すると次のようになる。rdf, rdf, xmlns, rdf イコール http コロンスラッシュスラッシュ www.w3.org スラッシュ1999スラッシュ02スラッシュ22ダッシュ rdf ダッシュ sy nda x ダッシュ ns xmlns, ダクタームズイコール http コロンスラッシュスラッシュパールドット org スラッシュ dc スラッシュタームスラッシュ。rdf、ディスクリプション rdf、アバウトイコール https コロンスラッシュスラッシュ www.wikitata.org スラッシュウィキスラッシュ911654956。ダクタームズ、オルターナティブもん中、ダクタームズ、オルターナティブ。 rdf, description, rdf, rdf.rdf RD グラフ、門前中町の略語は、門中であるもう一つの例として、wikipedia 英語版の、トニーベンのページ、http コロンスラッシュスラッシュ en.wikipedia.org スラッシュ wiki スラッシュトニーベンに関して、タイトルが、トニーベン、発行元が、wikipedia という情報があるとする。ここで、 一つの主語に対して複数のトリプルが表現されているが、シンプルに次のように RDF、RD XML で表記する。RDF RD、RDF、XMLNS。 r d f h t t p ラッシュスラッシュ w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  3 o r g 1 9 9 9 0 2 2 2 r d f s y n t a x n x x m l n s d c h t t p s l a s h p a r l o r g d c e l e m e n t s 1 1 r d f s y n t a description rdaf about equal http://en.wikipedia.org ス,<ポン>スラッシュ wiki スラッシュトニーベン dc タイトルトニーベン dc タイトル dc パブリッシャー wikipedia dc パブリッシャー rdf ディス<ポン>クリプション rdf rdf http://en.wikipedia.org スラッシュ wiki スラッシュトニー、ベンに関する RDF の RDF グラフここで、このリソースのタイトルがトニーベンであることが RDF に記述されているので、コンピュータもそのように理解できる。特に、 ダブリンコアの基本語彙である http コロンスラッシュスラッシュパールドット org スラッシュ dc スラッシュエレメンツスラッシュ1.1スラッシュタイトルが理解できるソフトウェアならば、称号や権利といった意味ではなく、リソース自体の題名ということが認識できる。ありがとうございます。